どうも、猫パンチです。今回は大実験企画ということで、紙コップを使った簡単な実験をしたいと思います。紙コップここにあります。で、紙コップこれ力を加えれば簡単にこう簡単じゃない掛け方ちょっとおかしかったけど弱えな、簡単に潰れますよね。はい、を100個並べたらどれだけの力を耐えられるか、気持ち悪いという実験をね、したいと思います。このスノコを上に乗せ、そして今5人いるんですけど、5人乗って、何キロまで耐えれるかっていうのをね、やってみたいと思います。で、このスノコとあとこの5人、メンバー5人の合計を合わせた体重が263、あ、重さで、重さが263キロですね。では、やっていきましょうか。まずスノコを乗せます。はい、スノコを乗せました。ここにね、人を乗せて、あ、今 5.6 キロ紙コップにかけてますが、全然崩れません。これは力が分散することにより上がる効果です。はい、ここに人を乗せていき、どこまでこの100個の紙コップは重さに耐えられるかという実験をしていきたいと思います。はい、今から最軽量のメンバーをね、乗せていきたいと思います。プリンの最軽量プリンだとしてよ、これは余裕でいけると思います。30何ちゃらです。バコン、余裕も安定感、余裕安定感抜群の男の子。そんで次どこでもいいよ、対角線行こう、対角線いけまだ安定してこれで崩れたらね、ちょっとで、俺行こうか、俺はいい、そこでいいよ、ここでいいね、安定してるよこれ。じゃあ次行く、ちょっと待って、これカメラマンの乗るのこれ、ここ乗ればいいよ。で、カメラマンどうとんねん。みんなの顔を映してちょっと変わってね、待ってるな、この乗れ、まあこれ余裕ですね、ホッケー、はい、余裕ですどうします、いや、ここに本能してこうぜ、まず一回、はい、ジャンプ、ジャンプして、ジャンプしてみよう。はい、ではジャンプしてみます。はい、あ、カタ君で行く、せーの、おービビるわ、カメラめっちゃ今ちょっと、もうこれいけめっちゃあんねうるさいって言われたら旬となる、ちょっとずれた。先ほどみんな乗って263キロでジャンプしても釣れなかったということで、80キロぐらい増やして 342.1 キロ、ここにあった棚全部乗せます。松湯邪魔、はい、腕が非常に疲れる、骨を折れる作業ですが頑張りましょう。これで大体80キロ、うん、ビクともしませんね、それ当たり前ですね。これ崩れた時ここに乗って遅そうや、なんかこの紙コップ潰れた時絶対やばいで、そう、だから崩れたら危ないっつった。今いいよ、うん、その時はその時、いや怖い、ちょっと怖え、どうする、じゃあまず俺から乗り、はい、ビクともしない、じゃあ怪我人出たらこれはちょっと危ないぞ。じゃあ乗りまーす、やばいな、これちょっと怖いな、壊れた時は。まあこれはもうカメラマン持っても絶対壊れない。へい、340ジャンプだはい、降りよう、全然ビクともしないぜ、はい、マッツージャンプ入ります、マッツージャンプ汗走ってからワクワクする、カメ香り、感想は、感想感想お願いします。これ重さも増やしよう、楽しいですはい、説明になります。あんな棚やっても多分単純計算してみたら1トンぐらいまで耐えるみたいなんで、ちょっと無理やなと思ったんで、あとこれ崩れてきた時も危ないなと思ったんで、この企画はおやめにして、そしてまた新しい企画としてこのコーニコップを一個一個抜いてって何キロまで耐えられるかという、一個一個じゃないからね、一個一個じゃないけど、まあ
だんだんとね、減らしていって何キロまで耐えれるかなっていうのを、あ、何個まで耐えれるかの上限を調べていきたいと思います。おう、もちろん足元もすっごいニコニコしてお決まり松湯ジャンプ感想は感想はとっても面白いです声入れるや、恒例の松湯ジャンプ恒例のね、はい、はい松湯ジャンプ炸裂、松湯安定しとる。じゃあ感想だね、感想感じね、すごく楽しいです。あれ、はい、30です。今ね、70個の紙コップタワーが、ジャンプしないよ、もうジャンプするするする、だって怒られちゃうの。冗談だよ、ちょっとオーバーに言ってるだけで。冗談だから、そんな怒られないっつーの。よし、安定感抜群の松湯から、安定感抜群の松湯から、は猫パンチ、よし、おい乗れたぜ。じゃあ恒例の松湯ジャンプ、危ない危ない危ない、恒例の松湯ジャンプ、マジで俺ね、ちょ、あのね、あの、お前でしょ、シャーペン壊れてないのに、うわ壊したとか言うやつ、ああいうやつも、だから大丈夫だって、大丈夫だって。松井真ん中外したら真ん中潰れとるやん。松井ジャンプジャンプ、その辺松井なくしちゃうからじゃん。怖い。はい、感想、感想、怖いです。つい怖いに勝った、楽しいから。いや、10減らした。10にする。10はまずい。次ちょっと15だな。どういう、あ、そうだな、次15やな、これは読んでいいんじゃないの、もう。置き方ちゃんと、いい感じにばらけさせて、16でございますね。緑、これリアルに、で、また置いてから調節すれば、よし、オッケー、いくぞ。よし、これ、さーて、16、16、はい、じゃあ、安定感抜群の松湯からね。16個です。16個です。16松湯、恒例の恒例の松湯ジャンプ。あー、もうやめよ、松湯ホップ。もうできない。なんで、だって怒られない。本当に怒られないから大丈夫だっつってんじゃん。何かあったらソヨンがやったって言うから。うん、ね。さあ、ゆっくり立ち上がるとあのステージへ登るのであった。さて、恒例松湯ジャンプ、まずはホップ。ホップ、いや、いきなりジャンプ、いきなりジャンプ、こっからいけるのか。ステップからの、おーい、はい、感想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 まだ言ってないよ。もう俺やんない。リアルに頭つかんとね。今度はどうします、もうこいつらを外しちゃうってもあるよね。はぁ、10にしちゃうか。10にしちゃう、真ん中の、これ真ん中の、こう取っちゃう、乗るとこ考えてよ。10個です。ずさん、はい、じゃあまず安定感抜群の松井から。抜群のね、一人はいけるで、まあ一人はいける。正直俺が一番怖いの、うん、一番重たいやつが。いや、俺も最後だからね、俺も最後だからね。うわぁ、じゃあいけ、おぉ、あぁ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 、限界確かめるから16はいけたじゃん。そうよ、松井ジャンプしても大丈夫だったじゃん。じゃあ15だな。15に、1つずつ減らしていこう。さあ、15に締めましょう、次。15。ハイジ完璧。ハイジは完璧。そうでしょ、クララ。どうも、こうも、このざまよ。あ、笑い、笑い、笑い。まあ、まずは、安定感抜群の松井から。ここで外したらもう笑いもんだよ。15個ね。真顔。あ、俺じゃん。いや、まあ、さっきはここ。めっちゃいい。大丈夫、まだ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 乗りすぎない、乗りすぎた、真ん中が、まあ、うおー、あー、あー、ちょ、今カメラじゃ分かりづらかった。全然俺んとこ肩向いとるんだよ。はい、松松松大丈夫だもん。結果出ましたね、16、16、16しか耐えられない。
この実験結果は支えられた数16個ですね。15個で潰れたので263キロを15個で支えられたいという結果になります。それでは実験企画でした。また実験はしたいと思いますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ちなみにですが、補足ですが、この使った紙コップはもったいないとか思う方もいるかもしれませんが、何年前かにもらったも使わなくなったっていうか使えなくなった。汚いから、まあ、汚いから使ったわけじゃない、まあ、そういう紙コップですので